今日は楽しみな一戦ですね。スウェーデンキックオフ、試合開始です。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。エデン、サイドへ展開、ボールを大きく押し出します。これは強い、ボールを奪われません。ドリブルが止まらない、スウェーデンが入ってきました。いい形です。フォルスベリー、パンチングで弾きました。ヘッドを使ったパス、イタリアのスローインからゲームが再開となります。ロレンツ・インシーニエ、ここはドリブルで前に出ます。いいクロスだ。オラ・トイボネン、マレックス・ベリー、さあスウェーデンの選手の動きが激しい。どうだ、ボールは出足が鋭い、カットします。インモービレ、キャッチします。いい形でゴール前まで持ってきました。オラ・トイボネン、ルーズボールになった。カウンターのチャンス、ここは決めたい。チーロ・インモービル、カンドレーバー、さあフォローも来ています。ダルミアン、ドリブルで進んでいます。ダルミアン、インモービレ、このヘディングはゴールの外。いいシュートでした。決まっていてもおかしくはありません。スペース、インモービレが狙うか。先制するチャンスを逃しました。完全に決まったと思いましたが、決定力が足りなかったようですね。ロレンツ・インシーニア、カンドレーバ、マルコ・パローロ、スルーパスが味方に通る。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。エデン、リードを奪えるか。シュートコースがありませんでした。オラ・トイボネン、ボールを運びゴールに襲いかかります。カンドレーバ、いやー、ギリギリでしたね。よく受け手の動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。エクダル、ヨハンション、さあスタジアムのテンションが上がります。シュート、ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。素晴らしいボールがネットに突き刺さりました。綺麗にカーブがかかっていましたね。エデン、イタリアの形がいいですよ。ゴールに向かっています。エデン、どう、軽率な失点でしたね。点を取った直後には気持ちが緩みがちですが、そこを突かれました。頭でゴールにねじ込みました。ディフェンスはマークにつききれませんでしたね。一瞬の隙を見逃しませんでした。レフリーの笛が
イタリアボールで後半開始です。サイドからの攻撃へ向かいます。いくつか選択肢があります。インシーニェ、マレクス・ベリ、オラ・トイボネン。スウェーデンの最後のひらめきはどう出るでしょうか。マルコ・パローロ、エデル、チーロ・インモービ。ボールへの寄せが非常に速い。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。1点挙げたシーンは見事でしたね。かなり乗っているので後半は勝ち越しゴールもあるんじゃないでしょうか。ハンドレーバー、あっとこぼれた。これはコーナーキックになりました。いいタックルでした。イタリアが選手を交代します。これを決めればリード。このクリアは小さい。いやー、紙一重。なんとか弾き出します。ここはコーナーキックです。勝ち越し点が欲しいでしょう。これはあるか。キエリーニ、このヘディングは惜しくもバーの上。足元にシュートを叩きつけたかったですね。ちょっと合いませんでした。エクダル、マルクス・ベリ。さあ、スウェーデンの選手の動きが激しい。いいボールが出ました。ゴール、見事なシュートが決まりました。ここはうまく試合をリードしましたね。リードを奪いました。相手チームはショックを隠せません。このままの戦いを続けることができればいい結果につながると思いますが、気を張りすぎず気を抜かないことが大事ですね。このまま試合を終わらせることができるでしょうか。選手の交代です。そのまま返します。インシーニ、タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。横に振ります。味方のサポートも来る。中を確認したい。チーロ・インモービル、ここははっきりと。シモーネ・ベルディ、マルクス・ベリ、オラ・トイボネン。危険な位置です。緊張感。トイボネン、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ゴール右にシュートが突き刺さりました。止めようがありません。シモーネ・ベルディ、ロブがカンドレーバへ。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。流します。イタリアプレーオンです。マルコ・パローロ、カンドレーバ、どうだ。ゴールキーパーが見事に止めた。コーナーキックからのチャンスです。イタリア主審はよく見ていました。ここで試合を止めてイエローカードを提示します。プレイを流していましたが、今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。このクロスはやすやすとカットされました。マルクス・ベリー、
横へ展開。パス見えてますね。いいですね。今のパスもそうなんですけど、そこに至るまでの動きが素晴らしいですよ。何気ないパスに見えますけど、意思が込められていますね。鋭い読みでカット、うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ボールを運びゴールに襲いかかります。このホイッスルで試合終了です。今日のフレンドリーマッチ、どうご覧になりましたか？はい、面白い動きやプレーを見せてましたね。いいイメージを作れたと思いますよ。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと。